こんにちはこの動画では繰り返し助産期のアルゴリズムについて説明したいと思いますこの情報は計算機アーキテクチャーっていう佐賀大学の科目から来てますでは早速スタートしましょうこれを見てください見ないですごい分かりにくくて全然、うん、見なくてもいいでも資料にそう書いてるからこの動画でこれを説明として使いたいですとにかくスペース開けましょう 今から例を計算します。何の例をするかっていうと、64÷5。二進法で書くと、こうなります。はい、よく見た人は、これが一致してるってわかります。また、これも一致してます。普通のケースであれば、私はこの DS とか R とか PR とか PQ って全然わからないものだから、 別のもっといい名前を付けますけど、この資料は一応参考資料だから、このままでやります。これを計算するために、二つの変数が必要です。一つは R です。もう一つは PQ です。PQ はこの計算の結果を表します。でも結果って漢字で書くのもちょっと面倒くさいから、リザルトにします。では。 ではちょっとアルゴリズムを前もって説明します少しずつこの64から1つの桁ずつ r につけて r-5 を計算できるかどうか確認して計算できたらここに1つけます計算できなければここに0つけますそして次の桁次の桁取れますでも話すのもあれだからやりましょうね とにかく1を R に入れます。1-101は計算できません。計算すれば0よりも以下の数字になりますから。0よりも1回だったら計算できませんということに入ります。つまりここは0です。計算できません。次の桁を取ります。10になります。まだ計算できません。次の桁を取ります。100です。 まだ計算できません。100-101は0よりも以下の数字になりますから6じゃないですね。0ですね。はい。次の桁を取ります。では、今回は1 0 0一1 0 1計算できますよね。じゃあ、ここに1が入ります。今ここら辺ですね。ちょっとここで計算しましょう。1ナ0 0 1 0 1は 11になります。11は R に入ります。では、今からすぐにまたマイナス5の確認じゃなくて、まず次の桁を取ります。0。110-101は計算できますね。じゃあもう一回ここで計算しましょう。110- 1> 1, 0, 1これ0ですね。うまく計算できる人はこれが1だと分かります。その1はここにあります。ではまた先に桁取ります。10-101は計算できません。0、0。次の桁取ります。0。つまり1、0、0になります。 100-101は計算できません。では、次の桁を取ります。次の桁はもうないです。ということは、これで結果が出ました。どこにあるかというと、あまりはここにあります。r は英語の、おそらく英語の rest の意味をするでしょうね。で、この000は一応無視しましょう。それの方が簡単になります。 この1はここに行きます。この1はここに行きます。0。0。つまり、これは12になります。これは4になります。それは結果です。そんなに難しいアルゴリズムじゃないと思います。ただし、この図だけを見ると、ふわーっとなるんですよね。まあ、少しでも役に立ったと期待します。では、ありがとうございました。